ゾルピデム。ゾルピデムは、イミダゾピリジン系に分類される非ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤に用いられる化合物である。脳の GABA 受容体のオメガ1サブタイプに作用することで効果を示す。日本での商品名はマイスリーで、アステラス製薬が販売する。同じく睡眠導入剤のゾピクロン、アモバン、エスゾピクロン、ルネスタ、トリアゾラム、ハルシオンと同様に超短時間作用型で寝つきの悪さの改善薬として出される。麻薬及び向精神薬取締法における第三種無寄生新薬である。日本では医薬品医療機器等法の処方箋医薬品と習慣性医薬品に指定されている。ゾルピデムはフランスのサノフィサンテラボ社、現サノフィが開発し、1992年に世界で初めて販売が開始される。アメリカではアンビエン、欧州ではスティルノックスとして販売される。日本では2000年8月に藤沢薬品工業から発売された。同社が山之内製薬に吸収合併されたため、現在は山之内の名称を改称したアステラス製薬が継承している。2012年6月にゾルピデムの後発医薬品も販売が開始されている。不眠症に適用がある。ただし、統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く。なお、超短時間作用型の睡眠導入剤であるため、夜中に何度も目が覚めるなど早朝を覚醒には用いられない。この場合は、ベンゾジアゼピン系などの中間作用型の薬、ニトラゼパムなどが使用される。アメリカでは2013年には女性の方の排出がゆっくりということから推奨容量を 5mg に半減した。覚醒を必要とする作業に支障をきたさないようにし、運転事故のリスクを低減する目的である。互い行為を誘発する傾向はアメリカで認可された睡眠薬ではトリアゾラムに次ぐ。副作用には無誘行動、昼間の眠気、めまい、幻覚などがある。骨折などの障害リスクが高まる傾向がある。台湾の国民保健データの解析によれば、脳卒中、心筋梗塞、癌のリスク増加が見出されている。濫用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。日本の薬物濫用症例の中でも、上位5位に入り濫用されやすい。向精神薬に関する条約のスケジュール4に指定されている。5mg 及び 10mg のフィルムコート錠。通常は1シート10錠だが、先発薬のマイスリーの場合は、1シート14錠のタイプも存在する。後発医薬品は、ほとんどがゾルピデム主石酸塩錠後、10mg などの名称で統一されているは各メーカーの略号が入る。重篤な肝障害、重症筋無力症、急性胸隅角緑内障、肺精神、肺気腫、気管支喘息及び脳血管障害の急性期には禁忌となる。日本の添付文書では、禁忌よりも先に無誘行動の警告が書かれている。これについては、副作用の項を参照のこと。通常、成人には1回 5mg から 10mg を就寝前に経口投与する。高齢者には1回 5mg から投与を開始する。1日 10mg を超えないこと。高齢者では、漫然と長期投与せず、少量使用にとどめる。0.8 時間で血中濃度が最大になった後、速やかに減少する消失半減期は 2.1 から 2.3 時間。血中濃度が最大になるまでの時間が非常に短く、また消失半減期も非常に短いため、翌朝に眠気や倦怠感などが残りにくいとされる。GABA 受容体複合体のベンゾジアゼピン結合部位、オメガサブタイプに作用し、ガンマアミノ酪酸、GABA の作用を増強する。オメガ受容体には2つのサブタイプがあり、オメガ1サブタイプは催眠鎮静作用に、オメガ2サブタイプは抗痙攣作用、抗不安作用及び筋弛緩作用に深く関与しているものと考えられている。ゾルピデムは他のベンゾジアゼピン系睡眠導入剤と比較してオメガ1選択性が高く、催眠鎮静作用に比べて、抗不安作用、抗痙攣作用や、筋弛緩作用が弱いのが特徴とされる。また、ベンゾジアゼピン系睡眠薬に比べて、反復投与による耐性や依存は形成されにくいが、耐性が生じることはあるため、連用によって効き目が落ちてくる場合はある。とはいうものの、従来のベンゾジアゼピン系と比較して、やや高い選択性という程度である。一般的な副作用としては、起床後の眠気やふらつき、倦怠感などが挙げられる。稀に生ずる重大な副作用としては、依存の形成、呼吸抑制、一過性前向性健忘などがある。日本や添付文書に無誘行動の警告が書かれている。アメリカでも同様である。日本の医薬品添付文書では警告表示にて、朦朧状態や無誘行動が現れることがあり、記憶がない場合があることが記されている。このような場合には、薬剤を中止することと記載されている。このような警告は、他の非ベンゾジアゼピン系の薬剤であるゾピクロン、アモバン、エスゾピクロン、ルネスタ、またベンゾジアゼピン系のトリアゾラム、ハルシオンでも同様である。2007年には、アメリカ食品医薬品局 FDA が、睡眠時に自動車の運転を行う、無誘行動といった記載をすべての睡眠薬に対し言った。アメリカ食品医薬品局 FDA によれば、睡眠中に車を運転しようとしたり、食事をするなど異常な行動を引き起こす危険性があることが報告されている。2008年2月、オーストラリアのは、ゾルピデムには睡眠歩行、睡眠運転、奇妙な行動などの危険な睡眠関連の行動を引き起こす可能性が存在する。ゾルピデムはアルコールと共に摂取してはならない因果関係が推認された判例がある。他の中枢神経抑制薬物との併用には注意を要する。使用は最大で4週間に限られ、かつ厳密な医学的管理下でなければならない。とのブラックボックス警告を行った。販売会社であるフッツ・サノフィ社は、無誘病の症例は、確率が1000人に1人以下の稀な副作用であると声明を出している。スベッサはゾルピデムによる救急医療の利用が2005年の6111件から2010年の 19,487 件へと5年間で約 3.2 倍となったことを警告し、他の薬との相互作用がない単体での副作用でも792件とその 40% を占めている。無誘行動、昼間の眠気、めまい、幻覚などの副作用が生じうる。台湾の人口の約 99% を占める国民健康保険のデータベースを解析し、ゾルピデムを使用していた睡眠障害のない群でも脳卒中のリスクが使用しないものに比較して 1.37 倍であることが見出され、使用量の増加がリスクの上昇につながっていることが見出された。同様に、台湾の国民保険のデータベースを解析し、急性心筋梗塞のリスクは、睡眠障害のない群 1.35 倍、ある群 1.33 倍とほぼ同様であった。同様に、台湾の国民保険のデータベースを解析し、ゾルピデムを使用しないものに比べ、あらゆる癌を含めて、癌のリスクの 1.68 倍の増加。コホート研究から、特に18から54歳の層でも、睡眠薬を使用しないものに比べて、頭部外傷や骨折などの障害のリスクが 1.7 倍であり、それ以上の高齢者の 1.57 倍よりも高かった。アメリカ食品医薬品局 FDA の有害事象報告システム、EARS のデータから、殺人や暴力など互い行為の発生率は、睡眠薬のグループでは、トリアゾラム、ハルシオンの 8.7 倍に次ぐ、ゾルピデムにおける 6.7 倍である。世界保健機関は、1999年に、ゾルピデムを向精神薬に関する条約のスケジュール4に指定した。上述のようなゾルピデムの依存形成の可能性が低いという売り込みをよそに、日本の薬物乱用症例において、ベンゾジアゼピン系と非ベンゾジアゼピン系を含めて上位5位に入る。医療文献では、ゾルピデムの長期的な使用は、薬物の耐性の形成や、薬物依存、反調整不眠、中枢神経系関連の副作用に関連する。ゾルピデムは、短期的な使用に限られ、最小有効量の投与に留めることが推奨される。非薬物療法が睡眠の質の改善に推奨される。動物での試験では、ゲハ類では、ゾルピデムは、耐性形成の可能性が、ベンゾジアゼピンよりも少ないが、霊長類では、耐性形成の可能性は、ベンゾジアゼピンと同じであった。耐性はいくつかの人ではわずか数週間で、形成された。ゾルピデムの突然の中止は、長期間、高用量で服用された場合は特に、精神錯乱、発作、または他の深刻な影響を与える可能性がある。薬物耐性や身体的依存が形成された場合、治療は通常、離脱症状を最小限に抑えるために数ヶ月にわたって徐々に減量を行う。これは、ベンゾジアゼピン離脱症候群と同様である。これに失敗した場合、一部の患者では別の方法への切り替えが必要となる場合がある。ジアゼパム、またはクロルジアゼポキシドなどの長時間作用型ベンゾジアゼピンに置換し徐々に減量していい。時には治療困難な薬物依存者の治療にフルマゼニルを用いた迅速な解毒入院を用いることができる。日本では2017年3月に重大な副作用の項に連用により依存症を生じることがあるので、用量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって離脱症状が生じるため徐々に減量するが追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。非反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え漫然とした長期使用を避ける。用量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、旨の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発誌による要旨が記載されている。本薬剤内服が運転能力に支障をきたす恐れがあり、その危険性が服用者に自覚されにくいという問題が指摘されている。用量、血中濃度、内服後から経過した時間、飲酒の有無、などが運転能力の障害と関係する可能性がある。日本の判例では、マイスリーの内服と交通事故、自損事故との因果関係が裁判で争われ、因果関係が認められた。アステラス製薬株式会社製品、マイスリー、一般名、ゾルピデム主席産使用、催眠鎮静剤、入眠剤と大日本住友製薬、株式会社製品、マイスタン、一般名、クロバザム、抗転換剤の取り違いが相次いで発生していることを受け、両社は2018年10月23日、医療機関に防止策の検討を依頼した。処方、調剤の際に薬効と販売名を確認し、処方オーダーシステム上で薬効名やアラートを表示させるなどの方法を例示している。また、1999年に遷延性意識障害となった人へ投与したところ、意識が一時的に回復、その後薬の効果がなくなるとともに昏睡状態に戻るしたことから、現在その効果についての臨床試験が行われており、一部の被験者には実際に効果が出ている報告も上がっている。60人の被験者にて調査したところそのような効果は確認できなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。